れじゃない、うん、もう夏終わりかけそうだね。もうバグってきちゃった動揺しすぎて明らかに違かったもんね、勢いがもう。まあでも夏は結構ほんまに頑張っとっちゃ頑張っとうからな。うん、お前さん足りてないですか。ほんま足りてますよそれはもう。これはないですよ、もう 今以上にいい調子がないんで。そうですね、ただ足りないって言うと自分にも返ってくるもんね。いやでもガチで10年やってきて一番いいからな今。全盛期をここに持ってきてるっていうのすごいですよね。まあ確かに思いません。それはすごい。普通圧力時の時が一番って言われますから、まあ、確かに今そこ超えてますからね。総裁戦術とか超えてきてんのもう。超えてきてます。うわやば、上がってきてますよ本当に。それは俺も結構ずっとやってるけどえぐいことや、ね、だから単に投稿頻度が同じだったら全然超えてます多分。やっぱだいぶ違うんで、昔は毎日投稿だったんで同じだったら全然超えてると思いますよ。すごい。クオリティ自体は間違いなく上がってますよ、まあ、最近本当言われるんでクオリティマジ上がったっていう他方から言われますね。YouTuber だけじゃなくて視聴者だけじゃなくてテレビとかの関係者のとこから言われます、クオリティ上がりすぎてるみたいな。すごっ、めっちゃ嬉しいね。テレビとこう YouTube のちょうど間らへん撮ろうとしてる、はいはいはい、まあ、テレビっぽい番組っぽいんやけどでも YouTube の過激さがあるっていう、うん、自由度があるっていう、そこを撮ろうとしてる。いいとこ取りっすね、まず。そう YouTube ならの親近感もあるしね。そもそも最近の俺の撮影一緒にいますけど、うん、おかしいでしょ。まあ正直言って信じられないですはっきり言って、これまだ動画で出てないやつが多いから、あんまり言えないんですけど、信じられない、本当に。規模が、やばいじゃないですか。規模が、いや、もう本当に、その、どっからお金引っ張り出してるのか分かんない、もう。資金力がちょっとやばすぎて、俺最近もうヤクザと手組んだんかなって。ぐらい資金力がちょっと大型番組多すぎるし、いや本当にすごいから。カメラとかもえぐいし、テレビとか撮ってる人が撮ってるじゃん、でも制作の人が俺昨日言ってたのよ、正直言ってテレビよりすごいっす、まあ、金はかかってますけど、金もだって1本2500万とか5000万とかってもうゴールですからね、うん、今のテレビじゃ無理なんです。無理っす、予算的に無理っすよ。しかも内容も無理なことやってんの、コンプラとかで厳しくてね。あ、そうそう、絶対無理っす、絶対無理っす。それをやっちゃってるから、狙いたいところはただの番組じゃないですよ、テレビじゃやれなくなったコンプラで無理なちょっと過激な昭和に流行ったテレビをやりたいんです。それを YouTube でやって、そうです、そうです。でしかもクオリティも保って、はい、さらに加速をかけると、うん、でも前さんはね番組の時はいないんですよ。それはもう俺いないっすね。そうだから他の人たちがいるから笑い手とかも、うん、確かに確かに。前さんがカメラマンじゃないじゃないですか。確かに。だから番組の時は前さん基本全部参加してないでしょ。ああそうだね。それどうサボってんちゃう。サボってないっすよ。確かにそれはそうっすね。それで、うん、俺だから編集したりとか役割があるんですよ、うん、いやあと多分ね番組っぽさ消えちゃうんですよ前さん。あそうっすね。YouTube 感出ちゃうからっていうのもあって邪魔なんですよ多分。ああそれはそうだと思います。そう確かに、なるほど。だってあの前さんの笑い声入っておかしいですから。まあ確かにね、浮くもんね。だから前さんそこで意外に一番楽しいところをまだ味わえてないです実は。ああいやそうですね。だから一番面白いとか言ってないですから、うん、僕今度遊び来いよ。行きたいですよね本当に。でも結局だからその笑い声とか入れれないんで、うん、まあ普通にニコニコ笑うぐらいじゃないですか、まあ、寂しい寂しい。まあそれはそれ寂しいじゃないですか、うん、僕の良さが生かされないんで、うん、意味ないなって思っちゃった俺も、うん、それで言ったら俺とミッキー君と前さんなんか合わなそうじゃないですかその場に。まあな、番組っぽさに合わなそうな3人ですよね、うん、でも将来的にはそういうのも考えてるでしょ。全員での番組をちょっといつか作りたい、うん、うわうわめっちゃおもろそう。だからやってるんですよ、 EXILE とかジャニーとかがやってるやつ番組、あんな感じのやつやろうかな。なるほど、ね、VS 嵐みたいな、はいはいはい、あるじゃないですか、あんなのネクセバージョン、あでかいやつやる。 VS 嵐みたいなできてやばいっすね。 VS ネクセセット作ってでゲスト呼んでやるとかね。それエグいっすけど、それタレントさんのこと絡めるってことだもんな。1本とか2000万から3000万からかけてやるとかも全然ありえるんですよ。結局これです。資金力、資金力です、ね、だから最近また足りないってずっと言ってるの、うん、お金がまだ足りないって言ってる。あの名人、あの明日もマネのロンダリングしてる。その役なんだ、その役なんだ。汚れ役やっちゃった。すごいな、大切ですか。だからこんな性格になっちゃったりしてる。感情消そうだな。